皆さんもよくよくご存知の通り、ラミーのパソコンね、もうアウトです。完全アウト。ラミーのパソコン限界なんですよ。もうキャプチャー開くだけで落ちる、そんな状態なんですよ。で、今日もノートパソコンからね、できるだけ良い状態でみんなのにね、こう雑談配信をお届けしようと思い、まあ、急遽マイク買ったり、まあ、いろんな機材をね、少し、増やしたりとかしたんだけど、まあ、これがね、今のラミーの限界なのよ。配信環境の。で、もうこの状況から一体何を、ラミーは、みんなに楽しさをお届けしていけるかっていうとさ、やはりものすごい限られたことしかないんだよ。やっぱりね、ラミーが思うのは、やっぱね、ラミー自身が楽しく配信できないと、みんなもね、楽しく見れないと思うんだよ。まあ、ノートパソコンの配信からできる配信って本当さ、もう今の雑談くらいだからさ、やっぱね、無理やり毎日さ、なんかもうできる配信をみたいな感じでさ、雑談配信をひねり出すのは、やはりね、正直ラミーはそんなに楽しくないんだ。そう、なんかやっぱやりたいことってたくさんあるし、まあ、それができない中、こうね、なんかこう、今日何話そうとかさ、なんか、まあ、それでもまた落ちたら嫌だなとかさ、それってなんかベストなのかなって思うんだよ。ラミーの中でね、やっぱそりゃベストじゃないんじゃないかと。そう、なんせラミー自身が楽しくない。いや、みんなと話すのは楽しいよ。みんなと話すのは楽しいけど、やっぱりラミーの、なんだろう、やりたいことと、やれることが今あまりにもね、差がある。これがね、ラミーの多大なるストレスになっている。今日もそうだけど、でもこれなら落ちんやろみたいな感じさ。配信を始めても、平気でこのパソコン落ちるわけ。もうラミーの心をね、常にえぐってくる。そんなもうね、ストレスの塊でしかないんだよ、このパソコンは。で、まあ、なのでね、まあ、何を言いたいかというと、まあ、ちょっとね、パソコン、新しいパソコンが来て、配信環境が整うまでは、配信全くしないわけじゃないんだけど、まあ、無理やり配信をするのをやめようと。だし、まあ、これをね、機に、まあ、ちょっと今、これはもうラミーリフレッシュをしろって、こう、神のお告げなんじゃないかと、思ってるんよ。これは、逆にもう気持ちを切り替えて、ラミーリフレッシュしようと思います。ちょっとね、これ数日なんだけど、まあ、お休みをもらうのと、あと、ちょっと、パソコンがね、いつ来て、いつセッティングがちゃんと終わるのかっていう約束ができないからさ、もう何日から完全にゲーム配信できますって約束ができないんだけど、まあ、ちゃんとできるまでは、割り切って休もうと思って。申し訳ないが、もうそうやって自分で割り切るしかないなと思って。これはもうラミーさん、この休みの期間中、いっぱいこう、楽しいこととかさ、美味しいものとか食べたりとかさ、まあ、ネタをたくさん作ってこようかなと思って。まあ、次の配信のために、いっぱいこうネタを作って、まあ、次にね、みんなとお話しするときに、こういうことあったよとか、こういうことを始めたよとか、ラミーネタ帳も埋めて、まあ、いろんな意味でね、ちょっとバージョンアップして帰ってこようかなと思っております。じゃあ何？もうラミーちゃん次配信いつやるん？誕生日も近いよねって思うじゃん。そう思うと思う。ラミーだったらそう思う。みんなご安心を。みんなご安心を。次の配信確実にあるのが12日金曜日の夜。とっても楽しいお知らせ配信があります。今日のお知らせはみんなにとってね、一部の方にはもしかしたらめっちゃ寂しいお知らせだったかもしれないけど、12日のお知らせはね、もうみんなが嬉しい、確実にみんなが嬉しい配信になってます。